夫婦一緒の休日の朝、あなたが目覚めた時、夫はどこにいそうですか？ A. リビング、 B. ダイニングキッチン、 C. ベッドの中、 D. 家の外。この問題でわかるのは、どんな夫になるかです。結婚前は優しくて気が利いていい夫になりそうだったのに、結婚したら別人のようになってしまったということはよく聞く話です。お休みの日に彼がどこにいそうか想像してみましょう。案外簡単に見抜けますよ。リビングを選んだあなた、雑な夫になります。あなたよりも先に起きてリビングにいるイメージがある男性は、家庭的で信頼がおけるタイプですが、どこか受け身で控えめなムードが漂います。眠っている妻を起こすわけでもなく、起きてくるのを待っているわけですから、小さな子供に言い聞かせるように家事を教え込んで、褒めながら伸ばすといい夫に成長するはず。ダイニングキッチンを選んだあなた、マメな夫になります。妻の眠りを妨げずに自分はやれることをやってくれるのがこのタイプ。あなたが目覚めたら朝食が出てくるなど、素晴らしい展開があるかもしれません。ただ生活能力が高い分、細かいこだわりを持っている可能性は高め、その都度意見を聞いてやり方をすり合わせ、共同生活の決まりを早く作ってしまうのが円満の秘訣です。ベッドの中を選んだあなた、サービス満点な夫になります。あなたが起きてもまだぐっすり眠っているイメージがある彼は、無防備な愛情の持ち主といえます。いつでも自然体で無理がなく、一緒にいるだけでのびのびとした気持ちになれる相手でしょう。優しく思いやり豊かで、愛する人を喜ばせたい気持ちが強いのです。ただ察する能力は低め、こうしてくれたら嬉しいをほのめかして誘導して。家の外を選んだあなた、マイペースな夫になります。ベッドで寝ていたのに起きたら家の中に姿がない、事件性も感じるほどなかなかショッキングなタイプです。でもあなたが普通にこの答えを選んでいるのは、そういう人だという認識があるからでしょう。彼は自分の世界を持っていて、結婚前のライフスタイルを崩さないはず。細かく縛るよりも、自由にさせてうまく付き合って。